そこにね、実際に自分が体験して、自分がこう信頼を得て、ね、その中でこう持ってきたお話なので、やっぱすごい厚みもあるし、いろんな教えもやっぱありますよね。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、今回は番外編でございます。僕らね、今こうやって生活していますが、まだまだ知らない世界たくさんあるんですね。で、その知らない世界の中にも人がもちろん住んでいて、呼吸をして、その人の数だけドラマがあるという、こういったものをですね、まさに潜入して体験をして、それを漫談で披露するという活動をされています、先輩芸人のコラーゲン配合マンさんです。お願いいたします。どうも、お世話になります。よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます、ね、体験ルポ芸人ということで、はいはい、まあ、前回ね、ちょっとお母様にまつわる不思議な話披露していただきましたが、うん、まあ、今回はもう真骨頂、ご自身で取材をしてきた、はい、まあ、ある意味怖いというか、そうです、ね、僕らが知らないそんな世界の話、今日ぜひ教えてください。お願いします。あ、いいですか、はい、お願いします。まあ、怖いつながり、まあ、意味は違いますけど、リアル怖い話、それこそその時所属してたね、あのワーオンポの演出が食べ始めさんから出た指令がね、結構その食べさんから、おいコラーゲン今度これやってこいとそれ今度こういうところに潜入しろっていう指令があったんですもんね。そう、それがもう前方が宗教やら何やらね、もう宇宙人に会う努力をしろとか、もう訳がわからん、はい、努力って何やねんみたいな。でその時出たのは、入れ墨を取材してきてくれとか言われて、で本当に思いつきなんです。なんとなくニュースで見たとか、なんとなくその時のご自身のブームがファッとこう出るんですよ。気になって、で、まあ、とりあえずもう絶対行くしかないでね、まあ、僕のまず正直な率直な印象、その時ので言うとね、いや、まあまあこれあれやけど、やっぱ怖いっていう、あのいわゆるタトゥーですか、それとも和彫り、いや、もう入れ墨なんですよ。そう、どうとも言わない、とにかく入れ墨、まあ、タトゥーに行ってもいいだろうし、和彫りに行ってもいいだろうけども、まあ、僕はもう全くそういう世界を知らない人間としてはですよ、やっぱもうビビりやし、うん、入れ墨って言うと、おおって、あのちっちゃい頃銭湯で見たあの入れ墨とか、どうすれば怖いお考えじゃん、ビビりやから。やっぱ僕らとはまた違った世界のお話って感じしますもんね。そうそう、うん、そうですよ。もう行くしかない。もう調べたわ。おたね、あの横浜の戸田駅にね、はい、あの知らなかった、入れ墨歴史資料館っていうのがあった。何ですか？入れ墨歴史資料館。ほうほうほう。資料館ですよ、入れ墨の歴史、はい、まずはもうここ行ってみよう、うん、全然そういうネットワークないし、その世界、まあ行ってみた、まあ、大きさがね、分かりますかね、その小さめの郵便局って分かります？分かります、すっごい分かる、すごい分かる、はい、小さめの郵便局きっちり5時に終わると、どこもきっちり5時に終わるんだけどね。いや、区を代表、いや、区を代表するところは24時間やったり、まあ、ありますけど、はいはいはい、そうあったんだから、それ、もうほんまにあの5時きっちりに小さめの郵便局を皆さんイメージしてください。大きさはじゃあそんなに大きくない、資料館なのに、じゃあかなり小さめですよね。そう、そ、展示できんのかなって感じ。いや、まあでも、まあ、タイトに展示してあったわ、はいはいはい、あのまず入れ墨の、まあ、写真ね、パネル見たわとか、あとそのこう古代文書、あ、古文書、うん、古文書、あ、古文書、あの大昔だから、もう本当に大昔からあの入れ墨というものは文化伝統としてあったんだというのを、うん、裏付ける古文書であったと、はい、あ、古文書というかとか、あと、まあ、キューピー人形に器用に入れ墨が描かれていたりとか、うん、まあなんせ大きさが小さめの郵便局なので、はい、もうすぐに見切るわけです。そうですね、これだけでは話ができへんから、もう人と関わるしかない。だからスタッフの方がね、あのお一人だけいらっしゃった、それがね、あの加賀まりこさんの若い頃、加賀まりこさんの若い頃ってめちゃめちゃ綺麗でしたよね。綺麗です、めっちゃ綺麗なんです。綺麗で、あのなんていうか、こう白いね、ちょっとこう濃いめの、ね、メイクをされていて、はい、もうちょっと見たことないめっちゃ細いタバコをどこ吸ってはる
仕事中にタバコ吸われてるんですか？あ、まあ、自分一人だからそれ、まあ、別に吸えるよね。それ自分の資料館なんでしょうね。吸うてはる、うもうおそらくも若い頃はもうレディースをやられていた人であろうね。もうその方もう こう行くしかないかなと思ってパッと行って、失礼します、あの私芸人やってまして、あの近々入れ墨のことを舞台で喋らないといけないんですけれども、あのどういう人に取材をすればいいのかわからないもんで、もしくはこの人がいいんちゃうかみたいな、あそういったおすすめの方がいらっしゃったらすいませんけども教えていただくことできませんでしょうかとビビりながら、はい、加賀まりこさんの動きは早かったですよ。ちょっと待って、ん、ちょっと電話して、うんうんうん、なんか来てる、うんうん、芸人さん、うんうんうん、はいはいはい、バッ切って、そこからもう地図でね、パーッとこう書いて、僕にね、あの今すぐねここにいて、三代目が待っている、誰がいるのっていう話ですよ。三代目っていう、三代目？三代目じゃないの、三代目堀橋よって、堀橋さんなんやっていうのがそこで判明するわけですよ。もうすぐあの電車で一駅のとこやから、もう今連絡したらもう待ってる言ってるから、もう今すぐここにいて、今すぐ行って三代目が待っているって言われる。はっ、分かりましたって言ってもとりあえず向かうわ。もうここからの展開がもうスピーディーすぎてもう気持ちがついていかへんねんけど、はい、もうとりあえずもう書かれてる地図行ってね、あここがその天野工業ビルかな、天野工業ビルの中にあるんだよね、その堀氏の方の事務所とかですか？そういうことでしょうね、うん、ホテル現場なんでしょうね。そこバービビりながらこうガチャって開けて、で失礼します、あの先ほどあの電話であのお願いをさせていただきました、芸人の奥コラーゲンハリゴンマンと申しますが、つったらまさにその三代目堀吉さん、三代目堀吉さんという方ですよ。堀吉さん、堀吉さん、あ堀氏の方で名前が堀吉さんとおっしゃるんですか？そうです、で三代目なんですね。三代目、え堀吉ってどういう字書くんですか？堀、ひらがなでよし、三代目堀吉さん、はい、はい、三代目が待っているというのは三代目堀吉さんが待っているということで、で来られて申しますって、でもいよいよ三代目堀吉さんがその姿を現したんです。もうね、もうその、ね、圧倒的なオーラ、まあしばらくは分かるんですかね、年代的にあのディックミネって分かりますかね？いやちょっと分からないです。皆さんちょっと画像検索今もしできたら皆さんしてください。ディック・ミネって、白髪の大柄なあのすごい男前の俳優さん、あのハーフとかやったんじゃないですかね、うん、ディック・ミネさんは、まあそれちょっと画像今見ていただきましたですかね、見ていただきましたですね。ね、そのディック・ミネさんが裏社会に行ったらこんな感じやろっていうような感じの。え、おいくつぐらいの方なんですか？その時で40後半から50、僕は33の時、もう圧倒的な汗、あはオタク、あはい、そうです、あなんかさ電話で俺よく分かんなかったんだけど、なんか話をしてやってくれって言われたもん、まあ、とりあえずさ俺もう今仕事終わったからじゃあ飯でも行くか、いきなりの会食やんか。すごいっすね。でも、うん、飯のど通らんやんって言う、そうですか、あ行くぞって、はっ分かりました、とりあえず、まあ、パッついていくわ。ほんなら、まあ、多分行き慣れてはる焼き鳥屋さんなんでしょうね、そこパッと入っていった、で堀尾さんが入って僕その後ついていくでしょ。次またびっくりしたかな、俺店員さんの女の子が、お客様2名様ですかって堀尾さんが言わはったでしょ。ね、後から2人来る、誰が来る？え、まだ増えるの？もう僕の中ではもう堀吉さんっていうこの存在感だけでもいっぱいいっぱいやのに、はあ、来やったわ、ご同業の方が、ご同業のその堀吉さんが、ご同業の、ご同業の方が、そんな滑舌悪かったですか？ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。ご同業の方が、はい、だからもうこのほんまにね、それわずかなあれですよ、家住歴史資料館に行ってからわずか30分の出来事、30分後には焼き鳥屋さんで入れ墨コラーゲンって囲まれてるわけです。でもきっとだからその加賀まりこさんに似てらっしゃった入れ墨資料館の方が相当の方なんでしょうね。だからその方から頼まれたらもうやんなきゃしょうがないわっていうぐらいの多分なんかね、いや影響力がある方なんですかね。いやもうあのもうおっしゃる通り、あの後から分かるんですけど、三代目堀吉さんの奥様だったんですよ。いやだからもう姉御ですよ。あ、そうなんです、ね、いやそれはもう鶴の一声で
よく分からんけど、多分もう本当センテンスだけがもうハッシュタグのように芸人取材って、それぐらいしか多分堀尾さんには情報入ってなかったと思うんですけど、まあ分かった分かった、ほんなら仕事終わったから待っとるわ、すぐ来させてっていう、それだけの話だと思います。腹減ったな、焼き鳥でも行くかっていう、もうご自身の中ではそういうメカニズムだと思いますよ。で、僕からしたらでもいっぱいいっぱいじゃないですか。そうですね、わずか30分後にもう入れ墨に囲まれてですよ。じゃあ皆さんもやっぱこう入れられてるんですね。いや、もう堀内さんですからね。いや、堀内さんで入れてらっしゃらない方もひょっとしたらいるんかもしれませんけど、まあ僕が見た、まあその後いろいろお会いすることになりますけど、会ったことないですね。皆さん入れられてる。いや、そうですよ、メガネスーパーの人はメガネかけてるでしょ、みんなやっぱりメガネスーパーの方はメガネかけてますね。いやいや、そう、はい、いや、だからまあそう入れ墨場面で、まあいざね、こうあの取材、言葉が出ないんですよ。考えてまうから、あ、ちょっと待って、聞きたい言葉これやけど、これは失礼に当てるんちゃうだろうかとか、なんか時代がいっぱいありそうですもんね。そう、そう、多分その世界ならではのなんか、それは失礼やみたいな、いやと思ったらもう言葉が出へん。でも沈黙で、もうただただビールをついては飲んである。でもいよいよこう満を持したのが、その口火を切ったのは三代目堀吉さんの方からだったんですよ、うん、あんたさ、なんか芸人さんっていう情報しか本当に知らないんだけど、そのこんな入れ墨なんてデリケートな話題をね、どうやって笑いにしようってわけ、そこ分かんねえんだけどとこう来たわけです。もう半べそ書いてるわけですこんな時にね、もうあの理論武装をね、浅い頭で考えても僕無理ですわ、積むから。絶対これも正直にこれは言った方がいいと思って、僕も分かりません、全然ノープランなんですけど、いけ言われてとりあえず僕が来ただけです。その答えになってるかどうか分かりませんけど、あの今までの体験例で言うとですねって言ってね、あの宗教団体の集会に行った時のお話をしたんですよ。大丈夫ですか、それご迷惑かかるんです。全然大丈夫です、はい。まあ、あの某宗教団体、そういう調べにね、取材行って、その時はですね、あの、まあ、女性の教祖様にね、神様が降りてくるんですよ、うん、で人生相談をすると、教祖様の体を介して神様がアドバイスしてくれるっていう、それお伺いという儀式があって、まあ、それ、まあ、5,000円払って、僕もそのせっかくだからって体験受けたわけです。で僕は15年目の時ですかね、芸人、うん、芸人15年やってますけど全く芽が出ません、どうしたら夢は叶いますかって、そしたらもう女性の体にスーッとこう降りてきた神様がね、足を洗えってこう転職を転職を勧められたんです。こんなことあんのかと。いや、足洗った方がよかったじゃないですか。謝って神様が、神様が言ってますから、それはハローワークみたいになってるわけです転職進めるってあんのか言うて、まあそこからのまた顛末があるんですけど、はいはいはい、まあそこをちょっともうバスハサミ入れて、もうそこのところだけをもう焼き鳥屋さんですけども立ち上がってね、もうやっぱ引いたらあかんとこがあるわけですよ。だからなんでね、こう来たかっていうのが、僕はこういう指令を受けていろいろ取材をするって仕事してるんです、今まではこういうことやってきましたってことを説明したわけですよね。そうです、もう入れ墨では何のプランもなく来てしまったから、はい、だからもう礼をあげるしかない、うん、でここで興味を持ってもらわんかった、もうこの取材は終わりっていう、こうだからもう立ち上がって、ね、もう一瞬足を洗えって言われて、堀吉さん大爆笑で、切ねえなって言って汚ねえわお前、その笑わし方汚ねえわって言って笑うよって、神様に足洗えって言われたのって言ってで、なんで足洗わねえのって、その話が続くわけでしょ、はいはい、はい、いやいや、ちょっと続けたいもんで、そうか、うん、気に入った、わかった、それの入れ墨バージョンを作れてんだな、うん、じゃあ協力してやるよ、心掴んだわけですね。そう、やっぱりもうね、全部丸裸にしていったから伝わったんですね。そうや、もう分からん時は分かりません、正直ノープランで来てしまいました、ごめんなさい、答えになってるか分からへんか知らんけど、今までの例でこれですって、まあ、そこでやっぱりいいのはあれでしょうね、自分がいかにすごいかっていうのを必死で身の丈に合ってへんことを言うよりも、いかにあかんかの方が
コミュニケーションツールとしてが良いというとそこで勉強しました。なるほどね。だからプロフィールとかでもね、まあ、僕数少ない地上波に出た番組をバーッと書くのもいいけど、もう僕はもうむしろ最近書いてないです、うん、むしろ自分がこれはお金もすごい安い仕事だったけど面白い仕事やったと思うものを頭に持ってきたり、プロフィールね、そう、はいはいはい、オーディションでもね、オーディションでも、はい、そっちの方がいいんだなっていうのをここで学んだ、うん、なるほど。ようやくそこで飛び込めたわけじゃないですか、うん、堀尾さん、はい、ありがとうございます。そうだな、じゃあまずはな、あれだな、これだけは言っておかないとダメだな。入れ墨にはな、大きく分けて2つあるんだ。へえ、はい、まさに周平君がさっき言ってたやつ。あ、タトゥーと和彫り。まあ和彫りとおっしゃらなかったけどね、日本伝統入れ墨とおっしゃってましたね。で2つあると。でこのタトゥーと違ってね、日本伝統入れ墨、タトゥーは見せることを目的としているアメリカンタトゥーと違って、日本伝統入れ墨にはその人一人の生き様と精神が刻み込まれている。その日本伝統入れ墨をまあ少しでも茶化すようなことをすると的になるわな。的聞いたことのないフレーズ、はい、的って言ってる。的ですか。まあ茶化すとな、笑いながら言うてはるけど、ま、的的的ってどうなるんですかね。あれですかね、急にこうグサッとこう刺されるとかですかね。まあ、それはないやろうと思って僕は言ってるんですよ、はい、刺されるとかですかね。まあ行儀悪い子もおるからな、そんなんで済まへんよね。はしたないで済まへんや、刺されてんの。行儀悪い、刺すなや、行儀悪いな。テーブルマナーかこれ。刺すマナーあるないの話じゃ、親のしつけ悪いなじゃないやん、はい、ないです。刺したらもうあかんやん、はい、あかんです、あかんやん、はい、マナーの話じゃないですね。だろ、はい、刺すんですか、あ、行儀悪い子もおるからな、そんな問題、はあ、もう絶対しません、絶対しません。もう日本伝統入れ墨よう分かりませんけど絶対触れません。しかしそうなるともう早くも手詰まりなんちゃいますか。歴史を遡る中手があるって、うん、抜け道がある、はいはいはい、なんかね、大昔、あれもいつぐらいですか、多分終戦しばらくでしょうね、終戦後、はい、多分昭和30年ぐらいとかなんですかね、普通に堀氏さんじゃない人同士で大昔の当時はね掘り合ったりしてたらしいんですよ。まあ実際見たっておっしゃってたから堀尾さんはね。でその時によくあったのがね、肝心なこう字の掘り間違いが結構あったと、でこれに関してはもう大昔だし、しかも誰が掘ったかすらもうだってもうさ、趣味で好きな入れ墨がただ好きだという人同士が勝手に掘り合ってるんやから、これは別にいいやろ、触れても罪ないやろって、どんな掘り間違いがあったんですか聞いたら、うん、パッと最初見た時にはね、男一匹、あ、見ないと男一匹をイメージしてもらっていいですか、はい、男関数字の1、うん、引きありますよね、はい、堀尾さんが見て、あ、男一匹なんだと思って近づいたよみたいな、こう引きのね、引きのところにね、さらにこう縦にね関数字の4になっとったんですよ。男14って大勢なんだよなって言って、これ意味がわからない、男14ってな、そんな掘り間違いが。あとあったんが、パッてこうバン畑が見てくれって、パッて見たらご意見無用、ご意見無用、イメージしてくださいね、はいはい、ご所のご、ご意見無用、はい、かなと思って近づいてみたらね、ご意見のごの行人名がなくて卸意見無用やったと。どんな意見やと。卸の意見でしょうね、卸の意見、卸の意見ってどういう意見。しかもそれ無用って言ってるけど、卸意見がどういう意見か分かれがいるのかどうか分からない。一番すごいのは模様やったらしいんですけどね、字じゃない、それ模様やったらしいんですよ。でおそらく正解は数珠をね、まあハワイの例じゃないけど、うん、あれはハイビスカスがたくさんこうあるよ、数珠をね、数珠をたくさんの数珠を首に巻いているという絵柄を完成させようとして、うん、ああいうのってやっぱり一気にもちろんできないらしく、まあ少しずつこっからね、ここ中心からですね、ずっとこうちょっとずつで3ヶ月かけてようやく戻ってきた時、思いっきりずれてたらしい。タルトかと。なんやそれ、タルトね、タルトね、渦巻きやってますからね。はいはいはい、タルトか、はいはいはい、どういうことやなぁ。
絶対失敗しちゃいけないのにね、もう取り返しつかないですからね。取り返しつかないって、これがやっぱりキャンパスと違うからね、肌に墨入れちゃってるから。いやだからそういう意味でもその堀さんっていう方々はね、この辺から分かってきたんですけど、はあ、ただただ怖いとイメージだったけど、職人さんなんだっていうことが分かるわけで、はい、聞いてたら興味深いよ。そのね、スミスリ3年、スジ8年、ボカシは一生という言葉があると。要はだから芸人さんでもそうじゃないですか。まあ今はもうだいぶ少なくなって全部養成所ですけど、やっぱり僕らの世代からさらに前の世代の人たち、やっぱり弟子修行があって、噺家さんなんか未だにそうですよね。弟子修行ついて、そしてようやく前座、前座から2つ目までにまた5年かかってみたいな、そういう立身月法を堀市の世界で墨すり、まず最初はもう弟子の時はずっとただただ墨をすり続けると。へー、墨すりさ、これ3年間3年間するだけするだけで、今厳密にどこの堀市さんの指定関係もそうなのかというとさ、ちょっとわからないけれども、まあそれぐらい深い時間がかかるもんだという例えなのかな。墨すり3年という言葉はもうずっと脈々とある。墨すり3年筋で、次の段階2つ目さんに上がると筋アウトラインですよね、ようやくこれで。墨すり3年、筋8年、筋アウトラインです。8年体得するのにかかると、で最後はぼかしっていよいよ色を入れていく、一生かかる、いや一生完成せんという。だからそれは墨すり3年、筋8年、ぼかしは一生という言葉がある。もうますますはすげえ、これはもうプロフェッショナルの職人さんの、ましてやギリギリの精神状態で、肌にミス許されへん状態で、しかもね、はっきりで、もう見ず知らずの僕なんかですね、もう全く売れてへん芸人が突如ですよ、すんません言うて、まあ、その奥様からの一報あったとはいえ来て、この場を作って、はっきりでネタを僕に直接くれてるんです。そうですよね、はい、これを題材にお前考えるじゃないんですよ、もうオチまで全部僕に提供、やっぱ面白いじゃん、ずれてたって、いやもうこれは申し訳ないと思って、で帰り下にね、はい、いやこれは最低俺出さなあかんやろうと、この馬台ぐらいはと思ってこう見たんですけどね、まあ、3000円しかないですよ、横浜から杉並に帰るまでにやっぱり1000円はかかるから、1000円玉置いといて2000円しかも払われへんけどと思って、堀尾さんすいません、これちょっとほんまにもうこんなもうあれ申し訳ないですけど、2000円しかないですけど、すいませんちょっとこれ2000円払わせてください。なんだこれ、いやだからほんまにこういうわざわざ場をいただいた申し訳ない、やめろおめえな、なんで俺が今回こういう場を設定したかな、よく考えた方がいいぞ。俺も取材はいろいろ受ける、中には電話取材っていうのもある、悪かない、電話でも要件は伝わる、でもな電話じゃな相手の熱量までは届かねえんだよ。お前怖かったろ、ビビってたろ、焼き鳥屋さん入って俺が後から二人来るって聞いた時のお前の顔だけど、お前飛び越えてきたろ、その勇気を買って俺はこの場を作ってんだと、こういう、その後もう僕の中で後のずっと、指針となる言葉、粋なこと言わはったよ、よく覚えとけ、金は出さずに顔出しな、とこういうわけですよ。ね、まあ汗はかかんけど金だけ出しますっていう考えもあるでしょう。行きませんけどじゃあ花だけ出しときます。まあそのどうしても出せねえいけない時もあるでしょう。しかし人が一番喜ぶのは金なんかかけんでよー時間をかけてきてくれたな。金はね取り返しつくらしいですわ。もう堀尾さんがおっしゃるには、何まだ働きゃいいだけや、時間はね戻ってこない、金は使った方がいい、しかも人間関係を潤滑に回すために使うのがお金で、ケチるべきは時間とこう言ってた。もう名言続出、いやちょっとすげえ刺さりました、すごいっすやん、はい、
だから一番敬意を表するのは お金じゃない。時間を使ってきた人間に対しては年上年下関係ない。君が売れている売れてない関係ない。しかも私君はどう考えても震えてたし半端なかったらしいですよ。もう結束がこの子意識いつ失うだろうって思ってたらしいんですよ。でもこいつは来たんかと思いながら僕が溜まってる間ずっとビール飲んでちょっと面白かったらしいんですよ。こいつビビってんやろな、ちょっとじゃあ一発かましてみるか、どういう了見でお前来たんだってかましてみたら、ね、はい、もう失禁しそうになったけど、まあ向かってきた、まあ、たまたまその時に向かったわけじゃないけど、ね、すがるようにして喋った宗教団体のお話が、まあ、あの自虐で非常に僕に多分ぴったしの話だったんですよね、うん、僕と人のなりを伝えるのに一番分かりやすいエピソードだったからもちろん分かったやろうって言うてくれはった。すごいんすよ、うん、わありがとうございます。どうもこれ17年前、2003年やから10あれ引き算ができへん、19年前か、今2002年、2022年です2002年じゃないです。頭悪いのが丸出しになりましたよ。そうですね、うん、謝ってそうだよね、はい、だから引いてほな2022から2003年引いたら19年ね、はい、19年経ってまして、今もずっと堀本さん今もまだ今の交流があって、もちろんです。交流なんて、言うのはもうそんなもう不適切です。僕がもうあの師として通わせていただいている。まあ、ちょっとコロナになってからちょっとなかなか行けないですけども、ご教授いただいているだけなんですけど。いやそうなんですよね。コラーゲンさんっていうのは、まあ、体験ルポ芸人ということでね、まあ、いろんな指令を受けたりで、いろんな場所、いろんな人、僕らがね普段こう会えないようなところに潜入して。でその人に食らいついて、うん、でその人に認められてで得る情報、そう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 、でドラマっていうのをこう面白おかしく話すって活動されてますけど、やっぱりこうその今まで携わったネタに、ね、なってくださった方たちみんなとずっとつながって人を大事にしてますもんね。いやいや、まあでもそれはもう全員とっていうわけにももちろんもういけませんし、そのね、続何人かだけなんですけどね。まあだけどやっぱりまあでもそこには一つやっぱりドキュメンタリーだというのも一つ要素としてめちゃめちゃでかいですよ。ドキュメンタリーである以上やっぱりね、エピソードが当然ね、相手も生きてる僕も生きてるっていうことでストーリー変わっていくわけですよね、うん、これが落語と多分違うところで、芝浜っていうストーリーは変わりようが、演じ方は多分話し方によって変わるでしょうけど、本当にストーリー自体が変わるわけですよ。でヤクザ事務所行って取材させてもらった時もその時にお世話になったヤクザさんは片桐にならはったし、うん、劇的に人生が変わることもあるわけじゃないですか。でそこが見るたびにうわ違うエピソードがまた入ってるんだっていうので、お客さんは、まあ、また面白がってくれはったりするっていう、そういうのももちろんあるんですよ、そういう下心も。けどやっぱり僕自身そんなに友達作るのもほんまに正直かっこ悪い話だけど下手やったし、こう中学高校振り返った時お友達って本当に今一人ぐらいしかいいし、そう考えた時にこう人生を通してこの仕事をこの芸風になったから初めて長い10年以上お付き合いさせていただく方がもしかできたんであれば、それはまた一つまあネタとは関係ない部分でも財産やなと思って、やってきてないしそういうことをね、そんなもんあるんですけど、でまあ、なんせ勉強なる、もう自分が絶対会わへんかったであろうなっていう人、だからそう芸能界で華やかな世界は僕は全然正直知らないけど、ある意味貴重な話聞けたら、うわやっぱ金は出さずに顔出しだとかさ、これどの仕事にも当てはまるし、どの人間関係にも当てはまるし、そういうおかげで僕は最近ね企業の講演とかが割と、やっぱこの堀吉さんの話なんかめちゃくちゃやっぱり事業主の人とかは、なるほどデジタルな時代だからこそアナログかっていうのがすごくやっぱり響いたりするみたいな、ありがたい。いやーやっぱりなんかコラーゲンさんのね、はい、芸っていうのはやっぱりなんかこうそこにね実際に自分が体験して自分がこう信頼を得て、ね、
その中でこう持ってきたお話なので、やっぱすごい厚みもあるし、いろんな教えもやっぱありますよね。ありますね。ちょっと皆さんぜひね、あのこういった本当今回一部でしたけどもね、はい、今回あの番外編ということで会談でもなかったんですけども、まあ、こういった話もたくさん得られているとコラーゲンさん、あの近々ライブもありますので、 ありがとうございます、はい、足を運んでいただきたいと思います、新作をね毎年作っておりますが、新作ライブが4月の30日公演時パンティットというところでございます、こちらぜひお越しいただければと思います。こちらの方はですね、あの配信のチケットもございますので、東京近郊でいらっしゃらなくても配信の方で全国の皆さんにご覧いただけます。で、あのもう一個はですね、ホールで、大きなホールで、私から本当にもうあれなんですが、うち幸町ホールというところ、東京では2回目のホール独演会、6月の1日にございます、こちらの方はですね、まあ、ベスト版というか、それこそ、10年以上取材をずっと今に至るまでずっとやらせていただいております。その話をさせていく。で、今回はですね、6月1日何をするかというと、これタイトルで、ね、これ多分周平君は分かると思いますけども、はい、Mドレイさんで綴る17年史っていうですね、これすごい話なんですよね。女王様がですね、はい、まあ、ド M の自分の一応奴隷を募集するみたいなオーディションがあって、そこに応募していって、はい、でそこで出会った奴隷仲間とそのオーディションがこんなオーディションでしたとかっていうのがね、まあ面白い、はい、いやありがとうございます。それ、うん、貴重な、それもまた貴重な体験だったんですけどね。その M ドレイさんとももうあの平成令和17年ずっとお付き合いさせていただいておりまして、はい、だってあの、まあ、1個だけ言っていいですか、はい、あのオーディションですよね、あの奴隷ね私のね M の奴隷になる人ね来なさいっていうオーディションがあって、入試ね、まあ、入試ね、試験ですよね、 M ドレ入試を行いますからっていう、普通何月何日何時にどこどこって言われるじゃないですか、うん、じゃないんですよね。何月何日の何々会談しかないんですよねあ、でも一応2時って書いてました。あ、時間ありましたっけ。8月30日の昼2時で、ほにゃららカーフィオブ。だからまずその奴隷になるような人だからもうそんな教えてもらえないです、情報をその会館っていう広いことだけ言われて、そっからまず女王様を探すっていうところからがもう試験なわけですよね。そうです。だからもう入試受ける段階でも蔑まれてるんですよお前に与える情報などないっていう、ね、あとは自分で考えて探してきなっていう、考えなさい。でもすぐ分かったんですよね。なんででしたっけ。じゃあそこのそこだけ下りだけ、はい、まあ問題は要はその海岸にお昼2時になった時にね、女王様がM ドレイさんといます、探し出せ、女王様を探せというもの、女王様がもうすでにいる M のドレイさんと一緒にいるその2人を探せっていうニュースね。そうそうそう、はい、だからまあ男女カップルってことですよね、うん、男女カップル、あ、もう一組だけね、もうちょっとまあ、個性的、個性あふれる男女カップルがひときわいたんですよ、はい、海にね、海岸にね、はい、でそれはまずね、女性に関して言うとですね、まあ国会議員にならはる前の三原純子さんにのね、あのセクシーナイトの頃の、はい、綺麗な感じで猫目のね、まあ、で、まあ、パステルカラーのもう派手なビキニをお召しになってました。でその女、ね、そのまあ女性がこうゴムボートにこうねゴムボートにこう優雅にねこうなってるね、これじゃない、捜査線上に浮かび上がってくるでしょ。でその次の瞬間もこれ確信に変わったのはね、そのゴムボートのねロープがあるんですよ、はい、ロープを恵比寿吉和風のおじさんがロープを自分の海水パンツに何かじゃないとガチャッとこう装着させて平泳ぎで引っ張らされてるこれ2時20分 M トレイ確保あ、この人だって分かったわけですね。もう絞り込めた探せましたっていう入試、まずね合格、合格、そっからなんです。いろんなことがあったんですよね。あったんですよね、まあ、ちなみに僕以外にももうあと一人受験生がいたから倍率2倍やと奴隷入試は、はい、そう、これがそうなんですね。まあこれちょっとね、なんせドキュメンタリーなので、はい、そのねあの M ドレイさんの、あんまりねライブではいいけどって、これだからライブ限定の今ネタなので、はい、ぜひ皆さんね、ぜひライブ貼っておきますので、はい、興味ある方ね、ライブ会場足運んでいただければと思います。お願いいたします。お願いします。
やちょっとね、あの怪談っていうねことじゃないね、違う小葉さんのね、はい、あれでしたけど、よ大丈夫ですか、ご覧になってる方がね、ちょっとイメージしてないものでね、あのなんかご立腹になられたらあれですけど、すみません、まあ、そういう芸風でやっておりまして、はいはいね、ぜひね皆さん、あの体験ルポ芸人と言いましたらもうコラーゲン配合も避けませんからね、はい、あそうですね、それはそうです、ぜひぜひ皆さんこれからもチェックしていただきたいと思います。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。コラーゲン配合マンさんでした。ありがとうございました。